フォークと小柳原田病、またはフォークと小柳原田症候群は、ブドウ膜炎の一種である。医師の間では、フォークと小柳原田病、フォークと小柳原田症候群と表記される。疾病及び関連保険問題の国際統計分類第10版では、フォークと小柳原田病、フォークと小柳病とコードされている。 20代から40代の女性に多く見られる。白人では稀。HLADR4 が効率に陽性となる。また、人間以外にも犬に発現することも知られている。皮膚、目、下牛のメラニン細胞に対する自己免疫疾患である。誘因にはウイルス、遺伝子異常などが疑われるが、原因は今のところわかっていない。上記の2型は別個の疾患として報告されたが、 同一疾患であることが分かり、フォークと、小柳、原田病と総称されるようになった。感冒症状、頭痛、発熱などの症状が出現する。耳鳴り、めまいなどの髄膜刺激症状も出現する。発病の3から7日で見られる。両目の肉が主性ブドウ膜炎及び小液性、網膜剥離による、視力障害が起こる。この際、 80%の症例で内耳機能障害を合併し、脳脊髄液がタンパク細胞解離を認める。視神経の発色主張、水晶体の後方移動に伴う演出化が起こる。数ヶ月後、色素細胞の消失によって皮膚の白斑や毛髪の脱出、白変片が見られ、後期には眼底が夕焼け眼底、ダレンフックス斑を認める。 二次性の緑内障になることもある。原田型は、予後良好。しかし、原田型からフォークと小柳型になることもある。フォークと小柳型は、再発を繰り返すほか、緑内障や白内障を続発するため、予後不良。ありがとうございます。